皆さんこんばんは、メディアです。今日はカバンの中身を紹介していきたいと思います。まずカバンからですね。このカバンは2年くらい前に購入したんですけど、チャールズ&キースの夏用のカバンになります。こういうね、ちょっと編み編みで透け感のある感じが夏にぴったり、こんな感じです。白だけどね、そんなに汚れなくてね、こんな風にね、街が広いのと、あとは中のジップがついてて、外にもこんな風にね、物が入れられるカバンになっています。何から紹介しようかな。まず、まずじゃあお財布から紹介します。財布がこちらです。こちらはルイ・ヴィトンの三つ折り財布になります。これは本当に最近購入して、3月31日が記念日だった。でお財布を買い替えるとか、お参りに行くとか、宝くじを買うとか、そういう大きな決断をしたりするといいことがあるっていう日なんですけど、その日に購入して、その日から使ってます。本当にだから買い立て、買い立てです。これね、モノグラムの柄が、まあ、可愛いのと、あとは色がね、こう違うのがおしゃれで可愛いなって。このモノグラムのクラシカルな雰囲気と、こういうちょっと遊び心のあるお財布がお気に入りです。はい、次もキーケースですね。これもルイ・ヴィトンのキーケースです。これはね、大学入った時に買ったものになります。でもね、やっぱり長く使えるので、もう5年目ですけど全然汚れてないし、これからももっともっと使えそうなキーケースです。ここがね、ピンクになっていて、中もね、こんな風にピンクになっているのと、あとはね、お気に入りポイントがあってね、ここにね、文字がね、書いてあるんです。MRA って。わかるかな？見えますかね？そう。これをね、なんかね、当時買った時に、無料でできるよって言ってくださって、入れてもらいました。これね、セットで使ってるの、すごい可愛くて、お気に入りです。続きまして、ティッシュとハンカチかな？これはね、内ポケットって、外ポケットか。外ポケットに入れてるんですけど、こういうティッシュケース。ランペリン？スマホケースを買った時についてきたティッシュケースと、あとはこれですね、ハンカチ。これは卒業式、高校の卒業式の時に担任の先生にいただいて使ってます。この2個もね、お気に入りです。続いてはポーチ。これはね、初めて出した動画でも多分登場していたんですけど、このポーチは毎日持ち歩いてますね。これはタヌキのね、キャラクターが書いてあるんですけど、ファンの方にいただいたポーチで、私ワンちゃんが2匹飼ってるんですけど、その1匹の名前がタヌキで、タヌキとモグラなんですけど、だから多分タヌキのポーチを送ってくださったのかなって。まあ、何でも入るし、ポーチを買うときとか使うときにこだわってるのは、形が自由自在に動くポーチがいいですね。ちっちゃいカバンを使うこともあって、形がしっかりしているポーチだと入りきらなかったりするんですけど、これは少ない量で入れたらくしゃっとまとめられるし、たくさんも入るし、お気に入りです。中はビューラー、ファンデーション、お直し用のファンデーション、あとはコンシーラー、あとはチークと、これはゴムですね、ゴム。ヘアゴムね、ちょっとした時に結んだり、湿気でちょっと髪がボサボサになったからハーフアップにしようとか、そういう時のためにいいと思います。これぐらいですね、ポーチの中は。次に、あとウェットティッシュもですね。これ京都かな、京都に行った時にご飯屋さんでいただいたもの。あとはエアポッツと、そう、これはなんだ、これはね、カードケースを買った時に入ってた袋をポーチ代わりにして使ってるんですけど、日焼け止めと、あとはハンドクリーム、シャネルのね、お気に入りのラクレームマンっていう卵型のね、ハンドクリーム。見た目も可愛いし、香りもね、大人っぽいと思います。お上品で大人の女性って感じの香りがする、お気に入り。あとは香水もね、これね、4本目とか5本目くらいかな。もう大学に入ってすぐぐらいからずっと使ってて、友達にも「あ、これメディアの匂いだ」って言われるんですけど、ディオールのね、ホーリーピオニーっていう、ディオールにも何店舗かにしか売ってないこの限定のねシリーズなんですけど、すごいいい香りですよ、おすすめ。あとは最近買ったんですけど、こちらボッテガメネタの社員醤油です。
これね、裏っ書いてるんですけど、社員証が入ってる。社会人1年目、これをかけてね、平日はこうやってね、こんな風に使ってます。そのくらいかな？荷物は少ない方ですかね。今、会社に出勤してるんですけど、PC とか、あとはノートとか、ペンケースはデスクに置いちゃってるので、意外と平日でもちっちゃいカバンで行くことになるし、PC 持ち帰るときはこういうね、ノートとかが入るような大きいカバンでも使ってます。はい、こんな感じです。参考になったかな？はい、ということでカバンの中身いかがだったでしょうか。他にもね、旅行用の時のカバンとか、お出かけ用のね、ちっちゃいバッグとか、そういったのも紹介していきたいなって思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。